僕にとってこのライブということだけがもう今本当に生きてる生、これだよ、これ以外はない。後ろまでいたの ねやりづれでも携帯鳴らしたらダメだよ。3列目のお客様でした。僕弾きながらね様子伺ってた。そしたらね、あろうことか今ねコンサートに来てる